どうも、自動車保険更新しましたか？今日しました。今さっきしましたよ。はい。で、今回ですね、乗り換えってやつです。ソニーさん、すいません。はい、今までですね、僕はね、ソニー損保、こちらね、ソニー損保利用してたんですよ。で、もともと僕はアメリカンホームダイレクトさんで行ってたんですけど、アメリカンホームダイレクトがなんと自動車保険撤退で、それで自動的にソニー損保にね、まあ、引き継ぎますみたいな。で、ソニー損保をしてたんですけど、今回、違うところで見積もりました。で、アークサにしました。アークサダイレクト。はい。アークサダイレクトにしました。で、まあ、ソニー損保の、この継続プランが来たんですけど、その継続プランより、弁護士特約も入れて、いくらだ。これはソニー損保が、継続が3万、6000円ぐらいだったんですよ。3万6000円ぐらいで、で、弁護士特約がない。で、アクサダイレクトで弁護士特約入れて、なおかつ、まあ、ソニー損保と同じようなやつで、2万9000円。ということは、まあ、6000円ぐらい安いってことですね。はい。で、もし、その、弁護士特約つけなければ、もっと安いですね。ただ、まあ、弁護士特約つけても安かったんで、もうこれでいいよみたいな。なんかあった時弁護士費用を持ってくれるってやつで、なんか、まあ僕事故一回もないですけど、まあ、あった方がいいかなと。うん。で、ぶっちゃけ、まあ、昔はね、ソニー損保、あれじゃないですか。走行距離でなんちゃらっていうのはありましたけど、まあ僕走行距離めちゃ走るし、まあ今ソニー損保は顧客満足度1位で行ってると思うんですけど、ぶっちゃけ言いますよ。これね、どんだけ言われても、まあ、事故した時に利用しないとまずわからん。このね、自動車保険七不思議ですよ。そのね、どれだけ会社がね、うちの会社はサービス、顧客満足度ナンバーワンって言っても、事故しないと受けられないというね。これ超すごい商品じゃないですか。その顧客満足度を受けるためには事故しろと。え、そうじゃないですか。これ事故しないと分かんないっすよね。じゃあ事故わざとすんのかって話で、そんなしないし、僕無事故なんです。免停食らったことあるけど無事故、今のところ。だから保険ね、僕18歳から保険ね、18の時の保険はクソ高かった。マジでみたいな。1ヶ月、なんだ1ヶ月2万ぐらいですよ。だから20万以上かかってたんですよ、保険20万以上です。僕その時無知だったんで知らなかったし、まあ当時ね、当時ネットっていうのね、だからもう20年前か。僕今38なんで、20年前ってその、あんまりウェブ保険ってなかったし、まあ車初めて人生で買ったから、まあわかんないし、まあその自動車屋さんの、まあ、言いなりで、なんかまあ後々気づいたんですけど、まあなんか生命保険的なのも、なんか違う、なんか保険も入ってたみたいなね。これいるのかなみたいな。そう。なんか生命保険的なのも加入されてましたね。で、それ取ったんですけど。そう。まあ、あれから20年。だから20年間僕、ね、20年間自動車保険をね、使ったことがない。だからもうずっと掛け捨てて払い続けてて、無事故です。一回も自動車保険使ったことがないんですよ。まあ、免停はありますよ。免停はあるんだけど、自動車保険で一回も使ったことない。まあ、使わないことが、まあ、いいんですけどね。ただね、僕は思うんですけど、わかんないじゃないですか。で、ぶっちゃけどこのね、保険会社も、まあまあ、その、顧客満足度最悪みたいな会社あります？顧客満足度うち最悪です、みたいな。値段安いけど顧客満足度最悪ですみたいな。まあほとんどなんかね、顧客満足度 80%、90% とか歌ってるじゃないですか。だけどそれ分からんから。だからまあ今回は僕はね、まあもともとソニー損保をね、やっぱね、こう1位だから安心ってあるじゃないですか。あるでしょう。1位だから安心。ね。18年連続1位だから安心。あるでしょう。あるけども、使わなきゃ分からないっていうね。ということで、ソニーさん、すいません。ソニー損保さんに申し訳ないけど、今回切り替え、乗り換え、アクサダイレクトに
ダイレクトにね、ダイレクトにアクサダイレクトに変えましたよ。いやでもね、この保険の商品ってまあこれはもう協力してる商品ですよね。だってぶっちゃけそのまあ毎年お金払うわけじゃないですか。でも全く何も使わなかったら、まあ、掛け捨てでどんどん消えていくわけですよね。でそのお金の、まあ、事故した人にそのお金が分配されるわけじゃないですか。助け合いっていう商品ですね。助け合い、自動車保険は助け合い。いや僕の20年分のお金はどこに行ったのか。20年分のお金は、じゃあ今後一生ね、僕ね、今後一生もし事故らず、うん、ね、保険使わなかったら僕のお金はどこに。まあ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 、そういう商品なんでね、なんかあった時の商品ですから、なんかなかったら何もないっていうね。そうだから昔ね、そのね、僕は良かったなと思うのが、そのアメリカンホームダイレクト、アメリカンホームダイレクトの時はなんとロードサービス何回やっても無料だったんですよね。アメリカンホームダイレクトは何回その劣化、その僕バッテリー召し上がるんで、バッテリーね5回ぐらいお願いしたりとかしてもそれ無料なんですよ全部。だけどそのソニー損保に変わってから1回までなんですよね、そのバッテリー上がりとかの無料ロードサービスが。1回っすかみたいな。でまあアクサもね、まあ、1回なんですけど、まあ今多分ね1回が多いんじゃないですか。そうバッテリー上がり、そう、だからなんかロードサービスな、まああとね、選んだ理由は、アクサダイレクトの選んだ理由は、そのロードサービスの拠点が、ロードサービスの拠点がめちゃめちゃまあまああるんですよ。アクサダイレクト、ロードサービス、結構ねロードサービスを推してるんですけど、アクサのプレミアムロードサービスっつって、なんだ、なんかねめちゃめちゃ拠点あるよみたいな。拠点何もなんだ、なんかねまあまあありますよみたいな。あ、ガス欠も保険期間中1回のみ、ガス欠も給油してくれるみたいですよ。10リットルまで無料で、このなんだろうな、修理する箇所が結構あるんですよ。アクサダイレクトで PPC のページ見ないと出てこないか。 PPC 公式、PPC なんかね1万何個かあるみたいな。これ PPC のページとね一般のページがちょっと違うんで、あ、アクサダイレクト顧客満足度 96% でこれのロードサービスか、ロードサービス、あ、無料のアクサダイレクトのプレミアムロードサービスなら1万700箇所あるっていう、24時間365日対応で、このね1万箇所以上あるっていうのが、ソニー損保ちょっと見てみましょうか。ソニー損保の、ソニー損保は最近ね、セコムをしてますね。セコムが来ますみたいな。な、あれ、あんま書いてないな。そのロードサービス。充実のロードサービス。あ、ソニー損保のロードサービスが約9900箇所。だから、アクサの方が一応多いっちゃ多いですね。ロードサービスの箇所が。
まあそんな感じでね。まあ保険ね、本当にね、何なんですかね。ということで、まあ保険選びね、長いよって話なんですけど、保険ね、保険選びだいぶ悩むじゃないですか。なんと便利なサイトがあるわけです。便利なサイトが一括でいろんな保険会社15社ぐらいかな、一括で見積もりを依頼できる見積もりサイトみたいなのがあるので、まあ、知らない方はそれを活用していただければいいんじゃないかなと。この YouTube の下に入れておきますので、まあ、あの保険ね、更新時期が近づいて、一回その見積もりするだけ無料じゃないですか。で、しかも15社一気にできるので、便利だと思うんですね。うん。もちろん僕の今回契約したアクサダイレクトとかも入ってますし、まあ、大手全部入ってます。で、一括でできるので、まあ、ぜひやってみてはいかがでしょうか。チャオ。